だし、なんなら、神田さんが糸目じゃなかったら、そもそも神田さんを見始めてないので、糸目なことにもありがとうございます。いや、糸目需要さ、あるのはわかるんだけどさ、はい、体重受けしないじゃん。いや、全然そんなことないですって。やっぱみんなさ、目が大きくてキラキラしてるフワッチとかアッキーナみたいなのが好きなんだよ、やっぱ。いや、糸目がいいですし、糸目は開かなくていいんです。ああ、そうなの、開かなくていいの。開かなくていいです。なるほどね。そう、いや、需要ももちろんあるのは分かってる。ありがとう。はいはい。そう、分かってる。私もでも糸目のキャラ好きなの、富士先輩とかテニプリのね、あとブリーチの銀とか。はい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 。ああいう系のキャラ好きだから、私は別に困ってないんだけど、超客観的に見てね、悲観的になってるとかじゃなくて、やっぱ客観的に見て、女の子でも男の子でもやっぱり目パッチリしてる子の方が受けはやっぱいいのよ。まあ、私この目のせいで目つき悪いって昔親に怒られたもん。街歩いてた時に隣におかんが立ってて、はいはい、ちょっとあんた、って言われて、何って言ったら、あんたそんな目で歩いてたら絡まれるよって言われて、いや普通に歩いてるだけなんですけどみたいな、あなたの息子ですけどっていう、あなたの息子普通に歩いてるだけですよっていう、すごい思ったその時。それはかわいそうだな。そうだからね、やっぱりね、目パッチリしてる方がね、生きやすいんだよ、人生。あ、まあ確かに。まあ私自身は別に困ってないけどもっていう話。そういう需要もねある。それが好きって言ってくれる人もいるのは分かってるから。そう。私も目つき悪い人が好きだから。目パッチリしてる人もかっこいいな、かわいいなっていうのはあるんだけども、目つき悪いとか目力強い人が結構好きなので。まあでも目の大きい人にはね、目の大きい人なりの悩みがあるかもしれない。確かに、あるのかな、あるのかな、あんのかな。視線すぐバレる。いや別にいいじゃねえか、視線バレて。お前スパイかなんかか。なんだ、アサシンかなんかか。目つきで行動がバレるから不利になるってつって。でもなんかこう授業中とかにうとうとしてても目細かったらバレないじゃないですか。いやそんな、そこまでじゃねえよ。そこまでじゃねえ。それはさすがにバレるわ。いやバレてないのかもしんない。いやでも昔言われたな、それ本当に目開いてるって言われたことある。あのね、笑うと本当にもう完全に目なくなるの。いやもう今もだけど、笑うとね、はいはい、本当にもう目がなくなるから、あ、それ本当に目開いてるって言われたことは結構ある、人生で何回も。本当におもろい、それはね、ふざけんねえって毎回思うけど、開いてるわって思うけど。マジで失礼だよそれ本当に。大変なんだな、糸目も大変だよ。